マルコリバヤは、クロアチアスプリト出身のサッカー選手。HNK ハイドクスプリト所属。ポジションは FW。ハイドクスプリトの下部組織出身。2011年に、インテルミラノの下部組織へ移籍。EU 枠や、トップチームの選手の都合で、2011年は AC、ルガーノや AC チェゼーナへ、レンタル移籍。 チェゼーナ在籍中の2011年10月16日、アッコフ・フィオレンティーナ戦でセリエ A デビューを果たした。2012年1月にインテル復帰。当初はプリマベーラでプレーし、アンドレア・ストラマッチョにニ監督の下で U-19 世代の UEFA チャンピオンズリーグに相当するネクストジェンシリーズ優勝に貢献。シーズン途中にストラマッチョにニが トップチームの監督に就任すると、自身もトップチームの練習に参加する機会を得た。翌2012から13シーズンはキャンプからトップチームに帯同し、プレシーズンマッチにも出場。8月3日に行われた UEFA ヨーロッパリーグ予選3回戦のハイドクスプリト戦に途中出場し、フルス相手にインテルでの公式戦初出場を果たした。8月26日には、 ペスカーラ・カルチョとの開幕戦に途中出場し、セリエ A 初出場を果たし、9月21日のヨーロッパリーグ FC ルビン火山戦では初、先発出場で公式戦初ゴールを決めた。しかしロドリゴ・パラシオやアントニオ・カッサーのディエゴ・ミリートなどベテランのガジを崩すことはできず、6試合の出場に止まり放出候補となった。2013年1月31日、 エセキエルスケロットのインテル遺跡に伴う取引でアタランタ BC へ共同保有で遺跡した。2014年5月15日、ロシアプレミアリーグに所属する FC ルビンカザンへ完全遺跡することが発表された。2015から16シーズンはエンポリ FC へローンとなり再びイタリアでプレーした。2016から17シーズンによりプリメーラディビシオンの ユーリー・ラス・パルマスへ加入。2017年7月1日、ギリシャスーパーリーグのエック・アテネ FC へシーズンローンとなることが発表された。U-14 から各年代別のクロアチア代表を経験。2013FIFAU-20 ワールドカップに出場している。ありがとうございます。